区や広島駅前店で今日から始まったイベントでは、前半戦で販売された限定 T シャツや新井監督と黒田博樹さんが選手時代のユニフォームなど、ファンにはたまらない品が並んでいます。記録を達成した時に選手が掲げたパネルのレプリカを持って写真を撮ることができます。注目は通算1500安打を達成した菊池選手や秋山選手、通算1000投球回を記録した栗投手が球場で掲げたパネルのレプリカです。このほかタオルやステテコといった服や限定グッズを含むおよそ250種類が販売されています。私新井さんのファンだったんで、新井さんのやつあったらいいなと思ったんですけど、今年は絶対に見せてほしいんです。イベントは今月15日まで開かれています。